小林いたるは、神奈川県出身の元プロ野球選手。経営学者、オービリン大学教授。学位は、博士。専門は、スポーツマネジメント。江戸川大学教授、立命館大学客員教授、オービリン大学総合研究機構客員教授、テンプル大学客員教授、サイバー大学客員教授、福岡大学非常勤講師。 元福岡ソフトバンクホークス取締役等を歴任。所属学会、日本スポーツ産業学会、ノース、アメリカンソサイティ法スポーツマネージメント一般社団、法人大学スポーツ協会理事、コロンビアビジネススクールクラブオブジャパン執行幹事、スポーツボランティアリーダー。神奈川県逗子市出身。血液型 A 型。神奈川県立多摩高等学校では控え選手で、 卒業後、一浪して、東京大学に入学。経済学部経営学科卒業。東京大学野球部では2年春に6大学デビュー。するが、チームは、通算200勝を目前にして6大学新記録となる70連敗を経験。6大学通算0勝12敗。ロッテオリオンズ監督、金田翔一から、入団テストを受ける機会を与えられ合格。 東大を留年していたため大学側がプロと両方に席を置くことに難色を示して卒業するまでの1年間は練習生として在籍し1992年ドラフト8位指名で千葉ロッテマリーンズに入団。新針慎治、井出春に次ぐ3人目の東大出身のプロ野球選手誕生は就職売り手市場の時代背景もあって話題になった。背番号は63。 プロ2年間で1軍登板はなく、2軍で26試合に登板し、0勝2敗 0S、防御率6.17。1993年、ロッテを自由契約になり対談し引退。1996年、コロンビア大学経営大学院を修了し、MBA を取得。1996年、フロリダ州のケーブルテレビ局、ザ・ゴルフチャンネルで、通訳、翻訳。 解説に従事。2000年、村上龍が編集長を務めるジャパンメールメディアで、コラム、日本人に生まれてよかったにおいて、会社の人種差別体質を公で批判したため解雇、された。2000年末に日本に帰国し、2001年から7年間の対米経験をもとに、日米関係などの評論活動をしつつ、スポーツビジネスをテーマに研究を行う。二千一年、 自由連合党首、徳田虎尾から誘いを受け、第19回参議院議員通常選挙に、東京都選挙区から立候補するが落選。2002年に、大田次郎の誘いを受け、江戸川大学社会学部経営社会学科助教授に就任。2006年に、同教授に昇格。2007年、プロ野球の地上波中継の減少、衛星放送以降については、 視聴方法の多様化を原因に挙げ、地上放送は、プロ野球中継に適さない面があり、今後もさらに移行は進むと分析。2004年のプロ野球再編問題では、メジャーリーグとの真のワールドシリーズを実現することを前提とした一リーグ制ドローン車として、マスコミに登場した。2005年から福岡ソフトバンクホークス、福岡ソフトバンクホークスマーケティング取締役を、兼任。 2008年からサイバー大学客員教授を兼任。2011年12月、杉内俊也との契約公開でフリーエージェント宣言しても取る球団がないという趣旨の発言をしたとされ、杉内は f a 権を行使して読売ジャイアンツに移籍。主力投資を流出させた責任を取り取り締まり役を辞任した。一方、小林氏が前年も当年も 杉内と直接条件交渉をしていないという事実がある。2014年3月、福岡ソフトバンクホークス株式会社と福岡ソフトバンクホークスマーケティング株式会社の合併に伴い執行役員球団統括副本部長に就任した。2014年末で福岡ソフトバンクホークスを退団。在任中の主な業績としては、 パリーグの共同事業会社、パシフィックリーグマーケティングの初代執行役員として、同社の黎明期の経営を支えた。チーム編成においては、三軍制や成果報酬の年俸制度など、球界の常識を破る刺激的な方策を次々と打ち出した。また、内川聖一、細川徹、中田健一、寺原隼人、鶴岡慎也、ロベルトペタジーニ、アレックスカブレラ、 ブラッドペニー、ジェイソン・スタン・リッチ、デニス・サファテ、リオハル、リック・バンデン・ハークなど、内外の大物選手を次々と獲得したり、フロントと現場での大胆な人事交流を促進するなど、刺激的なチーム人事をもって、大貞春会長や秋山浩二監督を支えた。在任中の戦績は、ソフトバンクが親会社になってからの初優勝を含む、リーグ優勝3回。 日本一二回。その一方で、成果報酬の年俸制度を導入したことや、大物選手を次々と獲得したことで、主力選手との圧力確執が報じられるなど、選手との関係には苦慮していたと言われる。2015年から2016年まで、ソフトバンクホークスアドバイザー。2019年1月に、博士論文、日本における、 野球独立リーグの勃興の背景と継続の条件 NPB への労働供給市場の変容を切り口としてを早稲田大学へ提出し、博士の学位を取得。2020年4月1日付で、大リ林大学健康福祉学軍教授に着任。持ち玉は、ストレートカーブシンカーフォーク。横浜市立東大小学校時代の同級生に、小形直人がいる。 父の尾形県のベンツに乗せてもらい、尾形県の高楽園球場の始球式を見物した。東大野球部の同期に海武氏がいる。木沢氏が3年の時に肩を故障したため、小林は4年の時にエースになった。1993年のオープン戦にて2試合、1軍登板し1勝を記録している。初登板の日本ハム戦は無失点だったが、2試合目の オリックス戦では、鈴木一郎に三塁打、続く、渡辺真嗣にタイムリーを打たれ一失点。直後に味方が逆転したため、勝利投手になったが、試合直後に軍域を通告された。アリスと中島美雪と松山千春の大ファンらしい。また、80年代の洋楽も大好きだという。ロッテ時代は、体重70キログラムであった。引退後アメリカに渡り、 大学院に入って丸見を帯び、テレビ局に入社後肥満になり、さらに帰国して禁煙して7キログラム太って8 9ラムになってしまった。参議院選挙で減ったが、落選して分泌業以外仕事がない生活となり、9 0ラムの大台を突破してしまった。福岡25は各地を出張しているので、大好物のラーメンの食べ歩きをしているため、 仕事が多忙であるが体重が落ちなかった。ソフトバンクホークスで3軍制を導入した理由について従来の2軍は1軍選手の調整と将来を職望される選手の育成の場であり自身がロッテでの現役時代に2軍でも登板機会があまり与えられなかったことに不満があり現役選手に同じ不満を与えたくなかったからと語っている嫌いな食べ物は ブロッコリーとカリフラワー。妻との間に、次男かずめ。ありがとうございます。